皆さんこんにちは。今回は台湾、香港のブランドを中心に機能性と可愛さを兼ね備えたキッチングッズを紹介します。ぜひチャプターを利用しながら気になる商品もチェックしてみてください。それでは早速スタートです。まず一つ目はこちらの卵黄セパレーターです。こちらは香港のザ・デイドリーマースタジオというブランドのものになります。名前の通り卵を割ってからこれで黄身をすくって卵黄と白身を分けられるというものになっています。早速実践してみたいと思います。そして黄身を出す黄身と白身が分けられましたそしてこちらの卵黄セパレーターの最大の魅力がこの植木鉢、これが土台になっているので使い終わった後とか普段使っていない時っていうのもここに刺してスマートにキッチンに置いておけるっていうのがポイントかなと思っています。見た目もサボテンでとっても可愛いのでキッチンにそのまま置いていても可愛いインテリアとして活躍してくれるかなと思います。それでは続いてはこちらのウォームコースターになります。中国のリバーフィールというショップのものになります。ウォームコースターというお名前の通りコースターではあるんですが、この上に飲み物を乗せるとそれを温めて置いておけるというのがポイントになっています。よく見るとこちらレコードプレイヤーのようなデザインになっています。ここがレコードを乗せるところでここの部分がこう乗せる棒みたいなやつですね。レトロで可愛いデザインなのも魅力の一つです。ではこちらも使い方実践していこうと思います。まずコンセントを挿したら電源を入れるんですが、この真ん中の部分が電源になっているので長押しします。ピッとなったらここに温度が出てきます。40度、55度、70度、3段階切り替えることができて、で次は時間なんですが、右にある緑のボタンを押していくと2時間、4時間、6時間、8時間と保温の時間を選ぶことができて、好みの時間に設定ができたらマグカップを置いてあとは過ごすだけという形になっています。使い方はとっても簡単です。今回はこちらの緑のカラーを使ったんですが、他にもカラーバリエーションもたくさんあるのでぜひピンコイのサイトを見てみてください。それでは続いてはこちらコーヒードリッパーになります。台湾のアイディオというブランドのものになっています。ダイヤモンドの形になっていてとっても美しいデザインが魅力の一つにもなっています。台湾発のデザインアワードも受賞されているそうです。こちらダイヤモンドの形にはなっているんですが、頑丈でグラグラせずガタガタせず安定しているドリッパーです。使い方はもう一般的なドリッパーと全く同じになっていて、上のダイヤモンドの部分にペーパーを置いてもらって、下にコップを置いてここからコーヒーを注ぐという形になっています。上の部分は取り外しはもちろんできるので、直接コップに置いていただいてもコーヒーをドリップすることができるのでとっても便利なアイテムです。続いてはこちらです。何だと思いますか？実は調味料ポットがこの中に入っているそうなので開けていこうと思います。こんな感じでセイロに入っています。開けるとなんと小籠包の調味料ポットが入っています。めっちゃ可愛くないですか？こちらは全部小籠包の形にはなっているんですが、こんな感じで一つ一つデザインが変わっていて、これだとお塩を出す容器ですね。こちらはちょっとここが出っ張っていて、上は小さい蓋がついていて醤油を入れるポットになっています。もう一つは大きめの蓋がついていて、ここにはスプーンを刺すところもついているんですが、唐辛子を入れるものみたいです。すごい中華っぽいですよね。皆さんにお届けする時にもこの風呂敷に入っていますし、せいろにももちろん入っている、開ける時のワクワクも楽しめるかなっていうふうに思います。はい、では続いてはこちらステンレスティーストレーナーです。こちらは香港のブランドでゼロワンリブというところのものになっています。
ジーストレーナーと聞いても何ぞやという方もいらっしゃるかもしれないんですが、こちらはティーバッグになっていない茶葉を直接入れてポットを使わずにお茶を一杯入れられるというアイテムになっています。それでは実際にこちらも使っていこうと思います。まずはこのチェーンを引っ張ってティーストレーナーを開くと、ここに茶葉を入れられるスペースがあります。こういう感じで茶葉を入れたら蓋をします。あとはこれをお湯に入れるだけです。繰り返し洗って使えるものになるのでとてもエコですし、デザインは2つありまして、どちらもとっても素敵な模様なのでぜひ商品ページでもチェックしてみてください。それでは続いてはこちら、クッキー型なんですが、猫の形になっているの分かりますか？これよくあるクッキー型なんじゃないって思われるかもしれないんですが、ついているのはこれだけじゃないんです。猫の顔になるものたちもついているので、クッキーに模様をつけることで猫ちゃんの顔のクッキーを作ることができます。クッキーのイメージ図はこんな感じになっているんですけれども、とっても可愛くないですか？一つ私がとっても便利だなって思ったのがこれ一つなんですが、一回押すだけでクッキーが2枚できちゃうんですよ。猫ちゃんの1匹ずつチョコ味とプレーン味みたいな感じで色を変えても可愛いということだったので、ぜひやってみてください。そしてお菓子作りはしないよっていう方も実はこのクッキー型使えるんですよ。こっちを使うんですが、例えばお豆腐を冷ややっことしていただくときに上に型をはめてあげると、お醤油を刺した時に猫の模様でお豆腐が現れる。お菓子作りはされないけどちょっと楽しみたいなっていう方にもおすすめのアイテムです。それでは今回の動画は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。